おはようございまーす。ジレット、申しまーす。今回やっていくゲームは、双子魔道士の異世界冒険探、究極のカレーを求めて、その2になりましたね。はい、異世界冒険探その2。こちらのゲームはですね、前回、異世界冒険探、あったと思うんですけど、それのその2です。なのでタイトル画面があんまり変わってないですね。はい。まあ、このリオンとエクリエルとリュミエルがね、3人でね、異世界を冒険するというお話だと思うんですけど、気になるのがあって、これ何？連携技講座を見るって。ん？リュミエル、エクリエル、リオンの連携講座あ、もうすでにそうやって言ってくれるのね。この講座では本作の特殊システム、連携についての解説をします。ちなみに、間違ってこの講座を選んじゃった人は F5 キーかブラウザの更新ボタンを押せばすぐタイトルに戻れるからね。それでは早速説明するよ。連携技は僕たち3人の力を合わせて発動するスキルだよ。はい。ありがとうございます。わざわざ。連携技は TP というのを、もう、TP って何の略だっけ？テクニカルポイントだったっけ？なんか、ツインズポイントだよね。確か昔は。昔はツインズポイントって言ってたよね。TP になっちゃったけど。これが不足してたら連携技は使えないよ。あと、連携技に参加する人がスキルを封印されたり、動けなくなったりしても使うことはできないから注意だね。TP は僕たちが攻撃したり防御したり、あるいは敵からダメージを受けることで溜まっていくんだ。溜まった TP は生ゆこの丸いゲージで確認できるよ。以上だけど、もう大丈夫です。まあ、いつもの流れなんでね。実践してみよう。僕たちの TP を50貯めた状態にするから、さっき教えた通りに連携技を使ってみて。相手は人形だから攻撃してこないけど、TP が足りなくなったら、攻撃防御スキルを使って貯めてみてね。飽きたら F5 押すか、ブラウザ攻撃してたら逃げるまで耐えてもねえよ。気が済むまで実践してみてね、と。あ、そういう感じなんだ。わざわざこういうのがあるってことはさ、あ、いろいろあるね。あ、ちょ、待って。みんなさ、解説が作ってある。すごーい。熱風。風の炎の熱を広げる。あの、暑いだろうな。ミストウィンド。風の電子の銀河からの霧を流し込むよ。風の力って便利だな。猛吹雪を起こすよ。おいらなら耐えられないかも。そう、これすごいよね。この、解説文に主人公たちが入ってくんのってすごくない？これ、MV とか MZ のさ、これ2のなんだろう。キーボードまたは、ジョイパッドのプレス推奨です。ジョイパッドです。操作性であまりお勧めしません。マウスでプレイでも可能ですが。オープニング見るよ。見させてよ。お。ここは、異世界クリエイトを治める女神が住む神殿。その神殿のある一室で、小さな食事会が行われています。おお、うまーい。どう、リオン。これがエクリエルの料理の腕前だよ。最高だよ。いいなー。こんなに美味しいものを作ってくれる人が近くにいるなんて。気に入ってくれて嬉しいな。お台所貸してくれたらいつでも作ってあげるよ。よろしくお願いします。彼が双子のありリュミエル。このクリエイトとは別の世界に住んでいる魔道士の男の子です。ちなみにシスコン、え？シスコンで何が悪い？すがすがしいまでの開き直りだね。その妹のエクリエル、素直で料理の腕前が抜群な魔道士の女の子です。実は私もちょっとお兄ちゃん子です。いや、そこには素直に言わなくてもいいんじゃないかな。そして、竜神のリオン。ここ、クリエイトを治めている女神を補佐しているドラゴニュートの男の子です。補佐って聞こえはいいけど、親のところのパシリとそんなに変わらないんだよね。
補佐する対象はダメ神だからな。ダメ神様だからね。ダメ神。かわいそうなこと言うなよ。もういいよ。今日はリオに連れられて双子魔同士はこちらに遊びに来ているようです。イザベルいない。見た感じエクリエルは料理を振る舞っていたようですが、でいきなり連れてきてエクリエルに料理作らせた理由を聞かせてもらってもいい？料理を作るくらいは別にどうってことないけど理由は気になるかな。この本のこのページを見てほしいんだ。何究極のカレーの作り方。何これ。メイカ様が使う資料を整理してた時に偶然見つけたんだ。読んでみると、その究極のカレーのレシピがかなり詳しく載ってるんだよ。まさか僕たちを連れてきた理由って、その通り！おいら、この究極のカレー食べてみたいんだ。だから、料理好きなエクリエルに作ってもらおうと思ってね。あと、エクリエルの料理をしっかり食べたことなかったから、ついでに試食も。ずうずうしいな、お前な。友達いなかったら、ファイアボールで今頃ウェルダンにしてる頃だよ。で、どうすんの、エクリエル。決まってるじゃない。こんな面白そうなレシピがあるなら、これすなわち、私への挑戦状と同義。え、何、どうしたの？作りましょう！シェフ、エクリエルの名にかけて！まあ、だよね。スイッチ入っちゃってる。解説してもらってもよろしいでしょうか。エクリエルは料理への探求心が強いんだ。気になる調理方法や食材などを見たら料理人としての血がうつき始めるんだ。こうなったら自分が満足すればエクリエルは止まらない。無理に止めようとすると包丁が飛んでくる。てか、一回師匠がその巨人に倒れた。怖っ。まあ、そんなエクリエルもいいんだけどね。さすがは僕の自慢の妹。うん。とりあえず君が柔道のシスコンだっていうのよくわかったよ。ちょっと二人とも何してんの？さっさと行くよ。え、行くってどこへ？決まってるじゃない。食材を調達しんだよ。エクリエルが引っ張るのってめっちゃ珍しいんだけど。あ！何これ？究極のカレーを求めて、オープニングだ。で、食材は何が必要なの？このレシピによれば、ミスティ村でもらえる特選野菜、日の元の里にいる円形の肉、そして、枯れた輪の町で手に入る枯れた輪のスパイスだって。それさえ揃っちゃえば、あとは私で作れる内容だったよ。ミスティ村もこの前に行ったことあったね。確かこの神道の西だったはず。日の元の里は海の向こうにある町だよ。南にある港町アクリエアから船が出ているはずさ。で、枯れたの地は東にある荒野地帯にある町だね。どっか行こうかな。食材さえ手に入ればどっかでも大丈夫だよ。さあ行こう。なんか調子狂うなぁ。はい。ありがとうございます。あ！おー、移動速度速いね。常時ダッシュか。てか。じゃあ、ちょっと、いろいろ調べてみる？赤い薬を手に入れた。おー！メニュー画面変わったねー。こんなんじゃなかったよね、メニュー画面。前回からだいぶまた変わったな。すごいなー、春巻さん。赤い薬。あー、また解説があるね。ありがたい。スキル。え？スキルなんか多くない？しかもなんか前回よりムキムキになってない？君たち。前回なんかどっちかというと HP20 とか30とかさ、そのあたりから始まってたけどさ、今回170とかから始まってんじゃん、ちゃんと。ちょっとムキムキになってんね、君たち。ファイアボール、ファイアフォース。へぇー。あ、ヒール、アゲイン。ああ、すでになんかもう結構あるね。結構あるね、スキルが。連携一覧を見れると。へぇー。装備。あれあれ、でもそこは変わっ、もう。
装備に至っては、相変わらず元に戻っちゃったんだね。へー、コットンローブ。うん。今回あれですね。攻撃魔力、回復魔力ってのがあるんだね。魔法防御とかじゃないんだね。なんか基本的には魔法防御のイメージがあるんだけど、回復魔力っていうのがあるね。速さ、身長。身長相変わらずあるんだな。回復魔力25。貸しの杖。リストバンド、コットンローブ。青銅の槍、木の盾、お鍋の蓋ともお湯。布の服。なるほどね。回復魔力、リオンもあるんだね、今回は。前回リオンって魔力さ、ゼロだったみたいな。1とか0とかさ、そんな感じのものだったけどね。へぇー。ステータス。おー。こんな感じか、ステータスは。いいね。お話の設定。あ、ジョージダッシュ。オフ。立ち祝いはいらないんで、ちょっと、切っときましょう。お話の記録。19までできるぞ。よし、じゃあ行こうか。あーメイカ様いるんだ今回は城の中までちゃんと作り込まれてる。女神様ゲー鬼双子こっちくんの意見面倒ごと起こすんじゃないわよ。鬼双子ってなんだよ。そっちこそ面倒ごとに巻き込まないでよ。今回はちょい役だね。イザベルがもうもはやいなくなっちゃったんだけど。おや、あなたたちですか。その説ありがとうございました。メイカ様、口には強がってますが、相当あなたたちがトラウマになったので内心怯えてるみたいですよ。エリス、余計なこと言うんじゃないわよ。あ、今回はあれだね。前回はカーソルを動かして操作するタイプだったんだけど、今回はちゃんと動くんだね。街は普通に歩けるんだね。あ、武器屋、防具屋になってる、ちゃんと。へぇー。ってことは、おー、ミスリル、たっけー。噂同士ミスリル性が軽いじゃん。使いやすいんで。いや、こういうのは困るなー。俺はその時点でのさ、最強装備を揃えないと。あれ？道具屋来たんですけど、スーパーってありますね。赤い薬スーパー。スーパーってついただけで効能が上がるとは。で、それをもう、なんか他にもうちょっと命名できなかったの？スーパーって何？スーパーって。スーパーってつくだけに効能は通常の4倍にアップしてるよ。すごいな、4倍って。あ、15だからか。じゃあ60じゃないの。そんな風にはいかないか。着付け薬。アジアの激辛。友情の薬って何？あ、TP10 チャージ。へぇー。仲悪い人たちにも効果あんのかな？どうだろうね。テレポストーンって何？あ、行ったことのある街に瞬間移動。おー、便利だね、それは。すぐにここに戻ってこれるってことだもんね。今回はちょっと骨太な感じがするな。じゃあ道具とか買って、行こうか。ゼロゴールになっちゃったわ、いろいろ。いよいよ。いよいよゼロゴールになっちゃったよ。ここに行くと、宿屋ゲ！ヒールクリスタルがないだと？いよいよヒールクリスタルがなくなった？まさか。まさかヒールクリスタルがないとは。ちゃんと宿屋が設立してある。今までヒールクリスタルだったのにね。あ、レベル25が限界みたい。25！ めたいこと言ってきたな。25か。結構、だから、長い作品になりそうですね、今回は。へぇー。あ、へえ、すごい！ワールドマップってこんな感じになってんだ。え、ワールドマップすげえ！
で、魔物、徘徊してる魔物に近づくと戦闘が始まるって感じだよね。へえ、すごいな、今回。ワールドマップっていう感じの、フィールドだよね、要は。フィールドが作られている。やばいな、前作と全然違うぞ。ちょっと、戦ってみるか。ハリマジュラッチュ。来たねー。ラッチュは、炎で弱点がつけると。で、もう、行動が決まった後はもう表情変わってる。すごーい。作り込まれてる。ファイアボール。攻撃。アイスラスト。あ、食らった時もちゃんと揺れ、食らったら揺れるようになってるんだね。いいね、いいね、いいね、いいね。わかりやすいね。さすがにちょっとわかりやすくなったな。あ、こんな感じになってんの？終わった後。へぇー。おー、レベルアップ。みんなレベルアップしたね。あ、レベルアップするとこういう風に見えるんだ。なるほど。前回はね、レベルアップした時にレベルアップでシュッと終わっちゃったけど、今回はレベルは上がった時に見れるようになったんだ。へー。ここは？あ、池か。前回おなじみの。はい。あ、釣り竿を手に入れた。釣り餌を手に入れた。あー、釣り餌が欲しいって言うと、あ、釣り餌。あんまり直視したくないな。まあ、虫だからね。フィッシング。はい。あ、これもしかしてさ、ガラクタを釣り上げてしまったガラクタ。誰だよ、池にポイ捨てしたやつは。あ、これ、タイミングなんだ。すごい。ガラクタを釣り上げてしまった怒っとる魚が釣れない。魚ショーを釣り上げた。なるほどねー。へー、ミスティ村に来ましたね。この村では特製野菜を手に入れるんだったっけ。そうだよ。豊かな大地と心優しい村の人たちによって生誕米で作られた野菜のエリート。今から調理するのが楽しみだな。なんでそんな情報知ってんの。レシピ本に書いてあったんだ。その本ってそんなことまで書かれてんのか。でもそんなすごい野菜どこに行けば手に入るかな。村の人たちに聞いてみよう。そうだね。とりあえずちょっと青い薬を回収して。ああ、騎士団が、あ、騎士団がちゃんとミスティミアとか守るようになってるなぁ、てか。ミスティの森という森林地帯が広がっているよ。ああ、ちょっと前まで強いモンスターもいたけど、騎士団とか来てくれたってから、この辺りと同じモンスターしか出ないから少し安心したよ。なるほど。食料道具なんて不届きも出なくなったよ。モグラによる被害が深刻で村長は悩んでる。モグラ？今度は村長さんに聞いてみたら、この奥の農場にいるはずだよと。イベント。おお、君たちは前に食料を盗んでくれたオークたちを北の森から追い払ってくれた子たちですな。どうもでーす。あれから何も変わりないですか。おかげさまで女神様の騎士団の方々を定期的に見回ってくださるので、食料を窃盗したりする不届き者です。万事平和ですじゃ。ようやくあのダメ神も騎士団を動かしてくれるようになったんだな。それで今日は何の用かの。実はですね、
ふむ、特選野菜か。それならお安いご用ですじゃ。その代わり少し手伝ってほしいことあるですじゃ。ああ、特選野菜は特に美味がゆえに、たびたび畑をモグラに狙われてしまうのじゃ。なんとか追い払っては俺が血と骨が折れるので手伝ってもらいたいのですじゃ。ちなみに結構体は使えますぞ。さすがに肉体労働系は苦手かな。僕もどっちかといえば。じゃあ、ここはオイラに任せてよ。準備ができたら戦闘とかじゃないんだよね。じゃあ一応セーブだけして、どんな感じか、モグラ叩きを始めますかの？はあ、モグラ叩き。ルールを聞きます。あ、見守ってくれてる。お願いします。はい。モグラ出てくる。決定キーを押すとモグラ叩きますぞ。30匹頼んだリオン。はい。え？こんなにミニゲーム作れんの？こんなミニゲーム作れんのすごくない？これすごくない？こんなミニゲーム作れる？こんなミニゲーム作れることに感動なんだけど。こんなミニゲーム作れんの？どういうスクリプト作ってんだろう。すごいなぁ。叩いたでしょ、今。そこまで !52 匹ですじゃ。そこそこ叩けたな。素晴らしい目標達成ですぞ。すごいよ、リオンくん。へへ。リオン大活躍の巻。約束の品ですじゃ。特選野菜を手に入れた。おお、でもスッと手に入ったね。ありがとうございます。ミニゲームができるんだ。すごいね。いや、ミニゲームをしながら戦闘もしつつで。なんだろう。だいぶ進化してるね。言うなれば。ヒールクリスタルがない以上、宿より休むしかないか。